なんで？ミスミコは。なんかめっちゃ空いてるんだけど。なんで？なんで？なぜ？何なぜ？なぜ？なぜ？昨日ののっぺりか。昨日は散々だったよ、ほんと。今日は打って変わって釣り日和だね。程よく風も出て。無風っていうのも困るからね。そこまで極端なかもしれない。昨日のゴミが、あのね、私勉強してきました、釣り方をいろいろ。なるほどって思ってね。天秤の使い方間違ってんね、俺。うん。今日はなんか場所の取り合いになるほど混んでるかなと思ったんだけど、めちゃめちゃついてる。どういうこと？なんで？使い方を間違っていたっていうのは反省。反省。
で、ちょっと仕掛けをね、今日買ってきました。今日は仕掛けを買ってきました。これ11号ぐらいにしようかな。割的な、うん、ぶっ込みって言ったら うなぎとかだと思うんだけど、うん、ちょっと今までね、眠りをちょっと俺重視してたんよ。眠りがすごくついてるやつを針としてメインに使ってたんて、のんのん日和みたいになったけど、ちょっと思考を変えて今日はうなぎ針でやってみます。ここにつけて、よいしょ、で、餌は昨日の残り。あれ？あ、ここか。昨日の残りのイソメが一日経っても生きてるね。生命力強いな、これ。何かし生き物ってさ、強いやつあんまり食わないと思う。まあ、アピールは高いと思うけど、なんか弱ってそうなのを食うイメージがある。ということで昨日使って残ったイソメちゃん、でやっていくぜ。まあビーフって言うんだけど、俺がフィッシュしたんだ。俺はフィッシュじゃない、一応ヒューマンだ。
のも。そんなバカなことはないよな。さすがに。さすがにそんなことはねえよ。いいところだ。まずは先人の知恵に乗ったっていうところですね。我流はそっからでいいんじゃないかな。ダブルクインチでいきますか。しないわ。まあまあ失敗してるな。
ソルトがバッド、インソルトがバッド。必ず終わるぜ。ゴブリンバッド。
すいけど、こういう日に限って釣れないな。幸先が良くない。けどいいか。幸先良くないわ。気がいい方が反応いいかな。サスク理論に不安を覚えるっていう。まあ2種類持ってるから、どうせだったら新鮮な方をやってみるか。Thank you.